こんにちは。私12、3年前は高校生だったんですよ。ああそういうことね。で高校3年生になると、はいはい、やっぱり進路のことで先生に言われるじゃないですか、はい、大体こう1学期ぐらいになると横山、あ本名なんですけど横山お前どうするんだって言われて、うん、で2学期ぐらいになると横山お前どうしたいんだって、どうするからどうしたいんか、どうしたいんかって、3学期ぐらいになると横山もうお前自由に生きろって自由に生きた結果が今こうなっている、こうなったんだね、うん、今高校3年生で悩んでる方は、うん、悩みがあったら演芸場に来いよそういう道もあるぞと、そういう道もあるぞと、ねね、もう進路はねもういろいろありますから、そう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 、ね、高校3年生の悩む時期だと思いますけれども、はい、ね、その高校3年生といいますとやっぱりこの、うん、今日のゲストの方でございます、はい、歌手の船木和夫さんです。どうぞどうぞ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また今日もファッショナブルでいらっしゃいますね、いやねえ、下から上まで、すごく、これご自身でお選びになったんですか。ええ、もちろんもちろん、そしてね普段着をね、はい、こちらにちょっと写真でまとめてみたんですけれども、はい、これ本当お衣装じゃないですか。いやいや、だってこれなんか新幹線のホームを颯爽と歩いてらっしゃいますよねこれね、はあ、すごいですね。いつもこうなんかサングラスをかけてお出かけになったりとか、まあ、癖みたいなもんですね癖ですか、それとあの割とピンをあの浴びるから、うん、あの目が疲れるんですよすごく、はあはあ、でまあそういうこともあって、してるだけです。さすがスターですねこの辺りはね、でもあの一宮のご出身でして、愛知にこうやって帰ってくるともう本当今日もね大勢のお客さんいらっしゃいますけれども嬉しいもんですね。ありがたいです ね、そしてやっぱりあの以前あの燃えよドラゴンズ歌われてましたよね。ああありました ね、ドラゴンズ連覇果たしたじゃないですか。素晴らしいですね、素晴らしい、日本一になる、どんなお気持ちですか今。そうですね、まあ、落合監督がお辞めになるっていう、ね、話が、そうですよね、だから優秀伸びでね、ぜひ日本一になっていただきね。なるほどね、はい、そんなですね船木和夫さん、はい、今日は質問メッセージお待ちしておりますよ、宛先こちらです、はい、携帯パソコンから NHK 名古屋サラサラサラダのホームページファクスは 052-959-1105 でお待ちしております。はい、番組で紹介した方にはこちら、はい、船木和夫さんのサイン入りのポストカード差し上げます。お待ちしております。待ってます。はい、やはり高校3年生ですね船木さんと言いますと、昭和38年デビューでございますが、最近のね、はい、コンサートの映像がありますので一緒にご覧いただきましょう。ああそうですか、はい、はい、赤い夕日が校舎を染めて弾む声、ああ高校3年生、僕ら離れ離れになろうと、クラス仲間はいつまでも。6月が高校3年生の発売時期なんですよ。で6月になるとやっぱりね、あの夏の爪襟の熱かったことを思い出しますよね。あれこれ横山話をしながらいただくものは全部いただこうとこういう精神が歌い手の基本でございます。いやー本当にすごい数のプレゼントですね。そうですね、どういうものか、その若い頃からそうですね、デビュー当時から、だからどうしてなんだろうって言われても僕にも分かんないコンサート中に、うん、だって舞台からこう皆さんこうやって集めて、集めるって言い方変ですけれども、いただく、嬉しいですよね。でもファンとってはこう直接手渡せるんですもんね。そうですね、それは当然のことですからね、僕らにしてみたら、うん、で、あの歌いながらいただかないと、うん、あのプレゼントコーナーみたいな時間を作っちゃうと、あの他のお客様にちょっとだるまができちゃうでしょ。あプレゼントを用意してない方とかにね、ですからこれはもう基本的にいただくなら歌いながら歌だからないと、ね、歌いながらじゃあもうマイク持つ手がもういっぱいになっちゃいますね。そうですね、一番気をつけなきゃいけないのはそのガサガサした音をマイクに入れないっていう、そのあたりもテクニックが必要ですね。ああ相当いりますねこの50年の長い実績で
そのあたりも積み重ねてこられたとですね。すまんな芸ですね。いや船木さんにしかできないというところですけどもね、はい、船木さんと言いますとやはりこのね、うん、愛知県一宮のご出身ということでありますけれども、ご自身で作詞作曲も多数手掛けてらっしゃるんですが、その中の曲こんな曲を見つけました。こちらです、はい、ロックンロールふるさとという曲なんですが、この2番の歌詞、俺のふるさと愛知県一宮から乗り換えて単線電車で12、3分その名も萩原町ということなんですね。これは嘘なんですよね。本当は7、8分なんですよ。近いですね。ちょっとゆっくり走ったから、7、8分だと語呂が合わないんでメロディーに合わせて。そうです。このようにですね、あの、はい、駅からの、生まれ育ったお家までの道筋をこう歌われている、うん、歌われているというか、ただそれだけ歌ってるだけ、ね、なかなか自分の ね家までのことを歌いましたけどね。いやでも実際にこの歌詞が本当に辿っていけば船木さんの実家にたどり着くのか、生家にたどり着くのか、実は私検証してまいりましたので。あ、いやそれはたどり着きますよ。ぜひこの結果をご覧いただきたいと思います。はい、じゃじゃーん、俺のふるさと愛知県ということで、今私はこちら一宮の駅にやってまいりました。船木和夫さんのロックンロールふるさとの歌詞通りに移動を開始したいと思います。行ってきます。俺のふるさと愛知県楽しくなっちゃって、あ、なっちゃってる、なっちゃったんですよ。メロディー確かに合ってますね。その名も萩原町、正面を右折してカラオケビデオみたいになってるね。そうなんです。おにゃーとこの俺様がお生まれになった。あった、本当にあった、ほら。ここが船木さんがおぎゃーとお生まれになった長屋。結構でっかい家住んでたんですね。2階建てで、きっとバルコニーから当時からこのスターの要素を出してたんでしょうかね。2階からこう手を振るみたいな。ちょっとこの辺の近所の方にお話を伺ってみたいと思います。船木さんのファンの方とかも見えたりします？そういう話、しょっちゅう見えますよ。宮城か、それから来とった人もいたりするから、九州の福岡から来た人もです。船木さんのファンですか？ずっとで、これも九州の顔もなんですけど。本当だ、ほら見てください、これ船木さん仕様で、で着信も、もう船木さん。おお追っかけ歴何年ぐらいですか？もう50年近くなんですか。あ、じゃあほぼデビュー。船木さんの魅力って何ですか？魅力っていうより、まあ、全ていうのか、歌は上手だし、何もいいことない、顔もいいし、いつまでも元気でやってほしいと思います。はい、何も言うことないそうです、ね、何も言うことないそうですよ。呆れて何も言うことない。ね、でも先ほどの映像のこの成果なんですけど、実際に本当に観光スポットになっていて、全国からファンの方がやってくるそうなんです。写真を撮ったりとかして。ああ、そういう話は時々聞きますけどね。どうですかね。今こうご自身で、その生まれ育った聖火に行かれるようなことあるんですか？いや、もうありませんね。今はもう人が住んでないみたいですし。でも今の風景を見ると、あ、懐かしいなって思います。そうですね、ただ僕が子供の頃とはもう周りも含めて変わってますね。ですから僕は子供の頃の本当のひなびた感じっていうのはちょっとなくなってますけどね。でもやっぱりそうやってね、歌に歌われるぐらいふるさとに愛着っていうのはあるんですね。まあ冗談でやっただけですね。その一宮の萩原町ですけれども、はい、船木さんゆかりのものがまだまだね、そうなんですよ、あるということなんですね。これだけじゃないんですよ、今度はね、私あの船木さんの母校に、なんか私個人みたいですね。いやそんなことないです。せっかくのゆかりのあるものがあるということで、船木さんにゆかりのあるものが母校にあるということで、そこもお邪魔してきました。中学校っぽい建物が見えてきましたけれども、
はい、来ました。ここが船木さんの母校、一宮市立萩原中学校です。早速船木さんにこうゆかりのあるものをここに、ね、あるってことで連れてきてもらったんですけど、先生ここ体育館ですよね。はい、そうです。体育館に、ちょっとちょっと待ってください。これピアノもしかして、ちょっとちょっと、ここ寄贈、船木和夫ピアノを、はあ、おー素晴らしい。みんな知ってた？このピアノ船木さんから送られたものって、はい、感無量ですね。素晴らしい。他に船木和夫さんに関するものがあるとか知ってる？他に時計、時計、北の門から入ったところに見える時計、あの時計が、うん、船木さんからの、寄贈されたの。へえ、あの時計ですよ、見えますか？あの時計が船木さんが送った、寄贈した時計です。これです、これこれ、あの時計が船木さんが寄贈した時計です。船木さん、ありがとうございました。どうですか、後輩たちが。いや、それよりあれもう2つも古いから買い替えないといけないですね。でも本当にそのデビュー間もない頃にプレゼントされたそうですね。まあ随分お世話になった音楽部でもあるし、うん、ね、っていうことでもあれ鍵盤が黄色くなってましたからね。それだけこうね、中学生がずっと50年近く使い続けてきたってことですからね。当時中学校時代そのお歌ってのはどうだったんですか？僕は中学時代声変わりしてからですから、そうですね、中2ぐらいからですか、歌っていうのをちょっと興味持ち始めたのもね。で中学生3年の時の3学期ぐらいからクラシックを始めたんですよね。クラシックを始めたっていうのは、名古屋に山田正弘という先生、はい、でそこへ通うようになったんですよ。でその時に、まあ、自分の進路っていうのははっきり、まあ、決めたんですね。はあ、さやかゆうは高校3年で決められなかったけれども、はい、もう中学3年の時には決めてましたね、この道で行くぞと。でその先ほどね、そのピアノともう一つ時計がありましたけれども、はい、この時計ですね、16年前に一旦壊れてしまったんですって。そうでしょうね、それ壊れてしまったね。それで、はい、しばらくずっとその中学校の資料室という部屋にですね、保管されてたんですって、だけどせっかくのこの時計だからということで同級生の方とかこう呼びかけて、直されたんですって。あ、そうですか。でもともと体育館に飾られたものをやっぱりもう地元の人にも見えるところにってことで、だって外に北門から入ってすぐのところに、ご一報くだされば新しいのを買いましたね。じゃあもう一つまた新たなもの。ね、はい、今でもこうやって地元の方が船木さん船木さんっておっしゃるわけですけれども、どんなお気持ちですか？ですね、いやいや、うん、僕にとってはやっぱりふるさとですからね、逆にそう言われると照れくさいですよね。はあ、おはようというか、まあ、なんとなくお尻がムズムズしてきますね。今日もね、大勢お見えになってましてムズムズされてるところだと思いますが、さらにですね、地元に愛される、船木さんにですねお便りが届いておりましてね、名古屋市の63歳 MK さんです。ありがとうございます。船木和夫さんへ、一宮と言いますと7月七夕祭りの時には船木さんの織姫音頭が流れますねと。嬉しいですね、いつまでも。お、これこの曲、七色飾り、船木さんの声ですね。若い、ね、今若いですねと声がありましたけれども、昭和39年の6月に船木さんがレコードを吹き込まれたと。そのぐらいだと思います。それからずっとその七夕祭りで今も歌い継がれているということですが、
そうですね、いよいよ個人に近くなってきましたそんなことはないですよ、ねえそうやって地元の、まあ、七夕祭りっていうと本当一大イベントですけれども、そういったところでもご自身の声がこう流れ続けるというのは嬉しいですね。いやもちろんありがたいことですけどね、よくまあ特会もせずにずっと一宮とかたってのはこうやっぱり船木和夫愛もありますけれども、もう物を大事にする性質があるんですかね。どうなんですかねそれは。あ今もあ、ね、客席に、はい、これおいくつぐらいの時ですか。18区でしょ。あでじゃあデビュー当時、この髪型がすごいですね。そうですね。ねあれはあの自分で削ってたらああなっちゃった。削ってた。自分で。ガラスの破片で削ってた。髪の毛を。はい。そんな荒っぽいことしたんですか。はい、授業中にね、本立ててね。ただああいうふうになっちゃったんです。なんで授業中だったんですか。いやいや僕は転校生で東京行きました。で、あの。どこしてそこにそれがあったのか分からないんですけど、あの用意された机のこう中にガラスの破片が入ってたんですよあの洗面所のガラスの割れたやつみたいな、はいはい、でそれはそのままにもうしておいて、それで散髪行くの面倒くさいもんですから時々つまんない授業中にこう散髪したんです自分も。よくあの本、ね、教科書立てて弁当をこうやって食べるってのありますけど、散髪してる高校生珍しいですね珍しいですね。その頃からやっぱり自分自身でこうファッションをコーディネートするっていうのを目覚めてらっしゃったんですか。いやいやそうじゃないですよ、単に伸びてくるから面倒くさいから削ってたから他にもですね、ファックスメールが届いておりますけれども、この方名古屋市緑区の玲子さん、小学5年生の時からずっと私はファンです、いつも若々しくますます素敵な船木さん、ぜひ若さの秘訣をお教えくださいということです。何にもないですよ僕だって何もしてませんもん、本当に何もってことはないじゃないですか、いやだから何も考えないで生きることですでも例えば周りの同級生の方からこう若いねいつまでもとか言われませんか。いやまあそれは芸人ですからね、僕に限らずやっぱ芸人というのは若いですよ、それは気持ちがね、あのどうしたって仕事の中身がそういう中身ですから、いつまでも高校3年生ですもんね。今でもだって学ラン着られますよね。着ませんよそんなの。着ませんけども、あのまあどうしたってお客様の前へ出るっていうこと、でよく言われるようにその人に見られる商売でしょ、だからそういうところがもう本人が無意識のうちに違うんでしょうね、どっか。じゃあ今日お越しのお客様も、ね、いつもこうなんか多くの人に見られるという機会をね、なんか設けるとね、街の中水着で歩くとかねそれはちょっとねみんな目背けちゃいますけどね、逆にね。びっくりして。それからね、名古屋市の方ですが、私高校生の時名古屋駅から船木さんと一緒のバスに乗って通っていましたということですね。その時からかっこよく目立っていましたってことです。あそうですか、いや当然そういう方はいらっしゃって、当たり前ですけどもね。地元、さすが地元ですね、当時やっぱりこう地元でも、あの船木和夫が一宮からやってきたぞっていうような、そんな女の子からキャーっていうような、この方女性ですけど、別に普通に学ラン着て帰ってるだけですからね、別になんてことないし。こういうやっぱりでも女の子からいっぱいこう声かけられたりとかなかったですか。いやーなかったですね ね, ねこの方デビューされた時、すぐあの高校生だと分かったそうですよ、バスのあの高校生だと。あれから50年経って今でもかっこいいこと素晴らしいです、信じられませんってことになりますがねえ、はい、もう地元で今でも愛される船木さんですけれどもね、これからもやっぱりもうちょくちょく愛知に帰ってきていただいて、はい、まああの劇場公演なんかでね帰ってきますから、お待ちしておりますので、来年も1月に帰ってきます、ありがとうございます、船木和夫さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
はい、時刻11時50分です。引き続き船木さんにお付き合いいただきます。今日の一枚のコーナーです。視聴者の方の写真、そして船木さんに撮っていただいた写真を紹介するコーナーです。まずですね、名古屋市西区の渡辺さんからこちらの写真です。一宮にありますツインアーチ138、このタワーですね、の写真ですけれども、はい、一宮にこういった建造物があるのご存知ですか？いや、これは知りませんでした、ね、知らなかったですか、はい、なんと船木さんが一宮を後にされた後、平成7年にですね、ええ、このようなでっかいものがあるんですよ。あ、そうですか、ええ、これ高さ何メートルあるかご存知ですか？分かるわけないじゃないですか。そうですよ、初めて知ったんですから。そうですよね。なんと一宮にちなんで、138メートル。あんまり驚かなかったです。思った以上に、ええ、この、はい、もう遠くから見ても目立つタワーでございます。そうですよね、もう今一宮の名物になってますので、機会がありましたらまたご覧いただければと思います。はい、さあ続いてですね、船木和夫さんに撮っていただきました写真がこちらです。はい、あら、これは朝食ですか？今朝食べたは定食。結構たくさん食べられるんですね、朝は。いや、これ、いや、そんなに量がないですよ。これでも全部食べ、食べましたけどね。はあ、結構な量ですけど、いつもこう和食ですか、朝は？そうですね、朝は和食ですね、やっぱり僕ら。あ、やっぱりね、私もそうですけど、和食の方がご飯の方が元気が出るなって僕は気がしますけども ね、なんか朝からパスタってのもね、朝からパスタどうもね、うん、他になんかこうお食事で特にお好きなものっていうのはあるんですか？いや、僕は基本的に和食一辺倒ですから。ああ、そうですか。で、和食の合間に何か他のものを食べてるって感じですよね。へえ。ただ、まあ、あのコンサートツアーなんか行きますと、もうあの楽屋で取れる出前っていうのはもう決まってますからね、大体どこ行っても、うん、あのお蕎麦屋さんがどうしたとか、うん、決まってますからね。だからそういう意味では食べ物あんまこだわってたら務まりませんよ。まあね、いろいろ全国旅されますとね。はい、そんな今日の和食を、朝食を取っていただきました。ありがとうございます。さやかゆうの一枚がこちらです。はい、どうぞ。はい、何でしょうこれ？あの、これですね、ぜひお帰りの際に船木さんにもご覧いただきたいんですけど、この NHK のビルとすぐ隣のオアシス21の連絡通路で今こういう明かりのアート展がやってるんですよ。ニノのね、アート展やってますので。とても綺麗なので。ぜひどうぞご覧になってお帰りくださいませ。あなたからの1枚も募集しております。はい、携帯パソコン NHK 名古屋サラサラサラのホームページ、デジタルデータをですね、添付することもできます。はい、郵便の方はこちらの宛先まで、そしてですね、番組で紹介した方にはこの今日の1枚のステッカーを差し上げます。お待ちしております。待ってます。はい、では続きまして、NHK から今週の番組のご案内です。ものづくりの最前線を訪ねる金徳、世界初の技術で躍進する会社が続々登場します。わー、湯気出てる。そう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 、マニキュアのボトルですか？はい、世界初のプラスチック製マニキュアボトルになります。商品の開発秘話や門外不出の技術に迫ります。金徳、我が社の売りは世界初。放送は21日金曜日夜8時からです。はい、はい、明日の夜8時からということで、やっぱりものづくりね、東海地方盛んですからね。そうですね、ね、うん、そういった技術がね、この愛知県、はい、東海地方詰まってますのでね、ご覧いただければと思います。はい、はい、では続いて全国の気象情報、まず東京のスタジオからお伝えいたします。はい、その後東海地方の情報は11時